皆さんこんばんこばは、えー、今日はね「あの、えー、仮面ライダーブラック RX」についていろいろ語っていこうと思います、うんまあ。まあブラックなんもなんやけど、えー、なんか一応ね,じねこの時ってねなんかあの年号がね昭和から平成に移行してるけど いこうしてるからあれ平成の最初の仮面ライダーって言う人もおるけど一応ねでも平成仮面ライダーシリーズはあれ公式はねあの東映の方はね空画からってしてるんで、うんまあ、一応でもこれ、うんまあ、ファンの間ではね空画から平成仮面ライダーじゃないか何かっていう人もおるけどね、うん、一応ブルーインうん東映の方のブルーイン ではな昭和、ね、ライダー扱いになってるねなんかねまあまあそれはさしおき、えー、とちょっと概要まあブラックまあ RX の場合は、ねまあ、ブラックの続きになるんやけどまあ仮面ーブラックで、えー、と南浩太郎が暗黒結社ゴルゴモンを滅ぼしてから半年が経過したそれから、えー、かつての友を失い心身ともに傷ついた浩太郎は叔父の 家に身を寄せ航空会社でヘリコプターパイロットの職を得て平和日々を過ごしていたっていう感じになったねそれである日孝太郎は光を発する3本の不思議な杭を杭を設置する怪人の目撃情報を得て調査を行う途中開幕会から現れたクライシス帝国の前線基地であるクライシス要塞に拘束拉致されるそこでクライシス軍司令官ジャーク将軍は孝太郎に クライシス帝国の先兵となって地球の人類を抹殺することを要求するだがタ太郎はこれを拒否したことで変身機能を破壊されて宇宙空間へと放り出されてしまったしかしタ太郎の体内の太陽の石キングストーンが太陽光線を吸収し、まあ、まだだから太陽の石をも体内に宿しとったんじゃね孝太郎はブラックに変身戦用になってからもねうん。 それでこのキングストンが太陽光線を吸収していた太郎をかラらブラック RX へと転生させたうんさらにかつての相棒バトルホッパーもアクロボバッターとして転生して駆けつける隠して RX とクライス帝国の戦いの日蓋が切られたっていうおおそういうまあまあ俺もね、うん、見てたけどうん まあね、うん、結構面白かったよ RX はうんまあこれで、ねうん、ブラック RX は基本だから本当ブブラックの続編なんやけどねまあでも登場人物がねあれ孝太郎以外はもう一新されててまあ続とはだから主役の南孝太郎 とあとなんか、えー、最後ら辺にねなんかあのシャドウムーンも出てくるけどね、まあ、前回のラスボスか、うん、まあでもほとんどねだから前作のブラックの登場人物は出ないっていう感じねうんそれで結構えー、っと有名な脇役といったらあの霞の城っていうのが出てくるよねうんまあ後半ら辺んやけどね中盤ぐらいやったからなかなちょっと、うん、そこはちょっと忘れたけど 『で平成仮面ライダー』シリーズの多くの作品のプロセスこれはまあ制作費はだからかええかえっとうんでもこの子はモノラル放送だったよねうん、まあ、このまだステレオステレ放送っていうのがなかったかな当時、まあ、時代を感じさせるけどねすごくで前作「ブラック」では企画段階で仮面ライダーの特徴をピックアップした上でそれらをリメイクするかな ああ、そういう案もあったんやね、うん、まあこれ詳しくはまあウキペディア見てください、うん、でもなかなか魅力的な作品やったけどねこれ本当面白かったしうんまあ ちょっと待ってよえー、でも結構ね、うん、これはでもなかなか面白かったよ本当ほいでこ,、まあこの,あのフォームチェンジかフォームチェンジはえと平成仮面ライダー空がか 知ってる人はね、なんか空がーー最初じゃないかと思われてるやろうけど、うん、ブラックがね、最初なのね。ブラックもね、一応、フォーメーし、うん、フォームチェンジできて、まあ、最初が通常のね、ブラック RX の状態で。まあ、必殺技もどうも、ね、やっぱ今後のカメライダーって、たん、あれ、RX キックとれ、うん、あとリボルケンっていうのがあるね。これが追加されたんか、ブラックの時と違って。 まあ、RX キックってのもあるけどブリボルケンだからビームサーベルみたいなのうん結構これがかっこよかったのねうん、まあ、当時なんかスター・ウォーズとかやってたからそが、まあ、ガンダムの影響も受けてるかもしれんけど、うん、スター・ウォーズの,のライトセーバーの影響も受けたとも言われてるけどねこのリボルケンねうんでもこれかっこよいわほ、うんとリボルケンっつうのはね でまあ、通常はこの RX でロボライダーっていうのになれるんよね、うんまあ、悲しみのうちっていってね、うんまあ、この時の武器が、えー、銃か動きはめっちゃ遅いんやけどね、うん、ロボコップみたいな感じだねだからあの、うん、アメリカのヒーローもののねロボコップみたいな感じでもすごい走行も硬くてね、うん まあねでもこのロボライダーっても結構チートでねなかなか強いんよこれ、うん、耐久性もあるけどパワーがねあるんよね、うん、パワーがすごいあってまあ動きはちょっと若干ね遅いかなって感じやけどうんまあただ弱点があって時期に らわれる強力な時期にとらわれると右動が取れなくなってしまうっていう弱点があるらしいけどね一、うん、回とからちょっとピンチになったこともあったな確かうんでもう一つのフォームが「バイオライダー」っていうのは、うん「怒りの王子 RX バイオライダー」っつってねうんまあグータンでこれ出てくるんでまあよかったら見てみてくださいうん 水をイメージしたスピード重視の形態って感じでうんなんかしかもあれ液体液化状態にもなれるんよねだからほ、うんと結構チートでね、まあ、この「バイオライダー」でねなんか捕らわれた監禁されたとこかもね脱出したりとかつんシーンもあったけどうん。で多分この「ロボライ、えー、とバイオライダー」の いいところはなんか水中での活動制限が無限になるっていうね、うんうん、結構やばいね解毒作用も持ちってなんかもう何でもありやねこの辺になるとで敵の体内にも侵入することができるっていうねなんかだからなんで、うん、まあドラゴンボールのブーみたいな感じで相手に侵入の体内に侵入することもできるってことかうん。 まあね、うん、とにかくこの,この2つのフォームになれるかなるしほんとねうんアレクサなかっこい,いかったなほ、うんとにまあここにスペックもあるけどねうんあまたもう時速315キロで走れるっていうねうんすごいねこれこれで うん、パンチ力がなんかあロボライダーの時はやっぱすごいね90トンまあクスの状態でも70トンってあるんやけどねうんこれはちょっとやばいな本当にしかもなんかなこのブラックアルクスのやばいところあのその時何かが起こったっていうそういう特殊能力みたいなのがあるよねなんかうん、まあ、ここまで来たらもう何でもありみたいな感じやけどうん まあでもストーリーとかも面白かったんでこれぜひねブラック RX まあブラックもいいんやけどブラック RX もねぜひ見ていただけたらまあ多分平成仮面ライダー好きな人とかあのディケードでブラックとブラック RX を知ったって人は結構多いやろうけどねうんまあこれね単体でのスス仮面ライダー作品もあるんでまあレンタルにちょっと置いてあるかどうかわからんけど ぜひ、うんまあ、ね、うん、見てみていただきたいね本当まあ空が好きな人はハマるわ間違いなくうんまあそういうことですまあ長々になりましたけどえー、まあよかったらね、うんまあ、これ最後まで、まあ、あと見ていただいた方ありがとうございましたまあよもしきお気に気に入っていただけたら、えー、高評価と、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いしますではまたです